お金がないから旅に出た獣の滑落。西日本最高峰霊山、石鎚山、盗聴器、人巻。僕は会社を辞めて歩きとヒッチハイクで日本2周目の52歳。今回は四国は愛媛県にある石鎚山に西条市市内から歩いて登ります。田植えの季節か。これは味噌などに使われる裸麦。愛媛県は裸麦の生産量日本一なんだって。登山口まで17キロ。まだまだあるな。新緑が美しい。お、案内図。現在地はここ。ベースキャンプまで約6キロ。山深くなってきた。ちょっと休憩。石鎚山はどんな感じですか？今日のキャンプ地、石鎚ふれあいの里。とっても清潔で過ごしやすいキャンプ場でした。まずは登山口を目指します。何かいるぞ。鹿？イノシシが沈んでる。謎の状況。登山口が見えてきた。約5ヶ月ぶりの登山。最後登ったのは、青森の岩木山。高さは、標高は大体同じぐらいかな。ここは82メーターか。現在10時半。失礼します。現在が、神門を過ぎてすぐなんだけど11時15分。なんだろう、大きいなこれ。花びらがめっちゃでかい。試しの鎖。これだ。自信のない方は迂回路へ。いや、行くよ行くよ。ははは。なるほど。ああ、すげえ。すげえな、これ。よっ。自撮り棒持ってるからねこれね。結構丈夫な鎖だからあんまり怖さはないね。登ってきたのはいいけど。いやー、太ももがやばい。今ね、1時15分ぐらい。だいたい、スタートから6時間。あと1時間ぐらい。この山頂まで。よし、これ行こうか。
もうちょっとですか。はい。あっち。あ、そうそうですね。はい、こっちです。鎖じゃない方行くんでしょ。鎖で行くつもりですけど。ああ。鎖？ああ。はい。鎖。こっち。はい。あ、ずっと。はい。これか。行きますか。三好辰徳さん、ありがとうございます。江藤めねくさん、みねこさん、ありがとうございます。すごい。あとちょっと。うわ。1982メートル。